いまだ入ってきたばかりなんで、36度。36度です。では出発します。はい、銀さんお願いしますね、なかったら。ケイダンさんが1個目ゲット。おー、ケイダンさんありがとうございます。ちょっとあの準備に手間取ってね、ちょっと始めるの遅れました、申し訳ないです。今から出たいと思います。急遽予定が変わって、この女の駅から、美ら海の方に向かおうかなと思ってます。すえひろさんこんにちはできてます。あ、すえひろさんありがとうございます。これから美ら海側に行くので、もしかしたら電波がね、悪くなるかもしれないんですけれども、まあ、お付き合いいただければなと思います。せっかくここ通るので、なんだっけ、シーサイドドライブインの前を通って行こうかなと思います。はいはい、やっぱり美ら海あたりは電波悪いんですか。悪いと思います。ここからあの特にこの北部側に行くと電波がないんだ。あの普通の電話は何でもないんですけど、うん、こういうネット回線もちょっと弱いですね。でもこの間あの銀さんのドコモ回線良かったよね。あ、そうそう、これはソフトバンク回線なんですけど、うん、あ、僕もし調子が悪いようであれば、うん、僕もこっちにあの繋いでもらえばドコモ回線ですから。あ、じゃあ、ええ、でもあの美ら海ではね、あの、ええ歌舞伎さんので繋ぐから、多分その時はね、あのそのドコモ回線の方がいいと思うんで、そこでね、どうせライブするから大丈夫ですよ。もしね、万が一の場合はじゃあお願いします。はい、女村の中泊りあたりですね。東京アングラさんが来ました。あ、アングラさんありがとうございます。KTB さんもこんにちは、移動しました。佐藤 KTB さんありがとうございます。あのさっきの気にしないでいいですからね。あのね、どんどんあの佐藤さん、あのコメントよろしくお願いします。キャットマンさんありがとうございます。あのカブキンさんがあのチャンネル登録ありがとうございますということでした。はい、ありがとうございます。さっき暑かったけどあの辺なんか曇ってるから、ここがシーサイドドライブインっていう有名な場所ではあります。最初にできたドライブインかな、レストランみたいな。NHK のドキュメント72時間っていうのがあるんですけど、見たことあります？見たことは1回ぐらいはあると思いますよ、多分。そのなんか72時間そこに張り付いてみたいな、そこでこの場所でもやってました。あ、やったんですか。はい、それでなんか全国的に有名になっちゃったみたいな感じですね。この場所晴れてるんですが、あの画面の奥の方はなんか真っ黒ですね。これ海大丈夫かなみたいな、ちょっと心配なぐらい黒いですね。サイムさんが、ちょっと海ですかって。はい、そうですね、あの歌舞伎さんも美ら海に行きたいということでしたので、今からあのなんていうんですか、海中道路ではなく今美ら海の方に向かっております。急遽変更でございます。
富士さんですかね、これは。かじいさんですかね。かじいさんが、シーサイドレストランですか、ね、シーサイドドライブインの話かな、先ほど通ったところですね。そうですね、多分タイムラグがあるんでしょうね。今ムーンビーチだとかタイガービーチのあたりを通ってます。また空が暗いなって。そうなんですよね、暗いんですよねこれ。末広さんが歌舞伎さん昨日登録させていただきました。はい、ありがとうございます。続々ですね。ケイダンさんが行く手が どんよりしてますね。そうですねなんか暗闇の中に突っ込んでいくみたいな感じになってね。反対側は晴れてるんですけどね、なんかこの北側はなんかどんよりしてますよね。千秋さんが、シェンさん、皆さんこんにちはって来てます。あ、千秋さんありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今現在運転手私で、助手席には歌舞伎 TV さんで、後部座席には銀さんが乗っております。銀さんにコメントの読みをお願いしているという感じです。今は美ら海水族館の方に向かっているということになります。で、ここから先ね、電波が弱くなる可能性もありますので、ちょっとね、くるくるとかするかもしれないです。サンマリーナビーチ海洋博まで48キロ48キロでございます。東尿アンドラさんが、はい、本当だ、曇ってますね、愛知も曇ってますよ、来てます。あ、愛知も曇ってるんです。愛知最近なんかずっとね、天気が悪いですよね。で、昨日はちょっと晴れ間が見えたり見えなかったりみたいな話をちょっと聞いたんですが、沖縄も曇ってますね。で、予報では明日以降ちょっとね、曇りとか雨とか降水確率もちょっと高めになってて、週末あたりにこの台風21号の影響が出る感じですね。だから帰りちょっと不安ですね、飛行機がどんな感じになるか。揺れるんじゃない？相当揺れてちょっと気持ち悪くなるかもしれないですね。はい、こんにちは。うるま市、雨降ってきました。あ、雨降ってきた。鉄夜の朝ありがとうございます。うるま市っていうのは先ほど行こうとしていた海中道路のあたりですね、あそこは雨みたいですね。 であと鉄夜の朝、歌舞伎さんがチャンネル登録ありがとうございますということでした。はい、ありがとうございます。末広さんが銀さんが棒読みちゃんって言ってそうだ、今日は銀さんが棒読みちゃんでございます。だからエコーとか書いたらもしかしたらエコー読みをするかもしれないそれはないですね速度とかで、ね、調整できるかもしれない。末広さんが鉄さんお久しぶりです。糖尿アンコラさんのボリュームちゃんのおっさんバージョンです。おっさんバージョンです。すいません、おっさんですよ。あ、ちょっと雨が降ってきましたね。あ、本当だ。あとはそのね、チュラミの館内に入れば大丈夫なんですけど、その館内に行くまでのこのね、そこで濡れる可能性はあるんですが、雨が降ってきましたね。鉄夜の朝が、はい、元部の、ライブカメラ放送だと青空ですよ。おお、じゃあもしかしたらこの美ら海を目指してるのはもしかしたら正解かもしれないですかね。うるま市はちょっとね、今雨降ってるらしいので、美ら海のライブカメラは晴れてるということなので、もしかしたらあの辺まで行くと晴れてるかもしれないですね。
会いましょう。この場所はタンチャっていう場所ですね。チャンネルを YouTube をやっているので、もしよろしければね、どんなのやってるのかなということで、はい、ぜひ見に来てください。ございます。はい、じゃあ今日は初めてのコメントということなんですね。ありがとうございます。で、気づいたけどここ道が変わったんですね。あ、いつもあそこなんですけど、銀さん知りました？ここ道がこうなるんだ。 なんか最近もなんかやってました。あ、私ここ初めて通ったよ。すいません、初見の方とかね、初めてのコメントの方ありがとうございます。おそらくコメントをするのね、多分結構勇気がいると思うんですよね。コメントしていただいてありがとうございます。コメントをするのをちめらうだけでもいいので、ちょこっとでよろしくお願いします。どうしようかな。海沿いじゃなくて真ん中からそのまま行ってもいいですか？どっちがいい？海側を走る。海側行きましょうか。海側行きますか、せっかくなんで。ラベンダーまんじゅうさんがこんにちは。これから体重ですが、方法が逆な気もしますが。そうですね、もともと海中道路に行こうとしたんですけれども、歌舞伎院さんもちょっと美ら海に行ってみたいということで、美ら海に行くことになりました。なので全く逆方向に今なっています。なので海中道路ではなくて美ら海の方ですね、元部の方に行く感じでございます。寒いとか暑いとか大丈夫です？ないです。そう、海側行く、ね、せっかくだから海側がいいですよね。本当に森を、ね、切ってからバイパスなんでちょっと近道になるんですが、海側がいいですね、せっかくなん
電波が悪いかもしれないです。ナインさん。クルクルしてますか。あ、クルクルしてますか。はい、ありがとうございます。千秋さん、ありがとうございます。千秋さん、どうもよろしくお願いします。ホテルも並んでんのかな。うん、この辺も並んでます。ああ、あるわ。アナインターコンチネンタルホテル、収入がなんか当初 の、 あの人気のあった時より、うん、現収入が半分ぐらいになったという噂を聞いたんですけど、あまり目立った活動してないからとかですか。なんかでもなくて、要するにスポンサーがつかない。ああ、そういうことなんですか。だからほら、宣伝今いろいろほら、あの Google がスポンサーを探してるじゃないですか。はい、それがうまくいってないみたいなで、今ですね、スポンサーの方で、うん、YouTube、YouTuber を選べる権利があるんですね。だから変なやつ乗っけると、うん、それに自分のとこの、コマーシャルが乗ると、こんな動画にはうちのコマーシャル出さないでくれとクレームが作って、でそのクレームが、僕たちの方に来るんですよ。そうすると、それを削除するなりなんかしないとダメ、だからスポンサー契約取れない状態になっちゃうみたいですね。だからほら、あのほら、下ネタばっかり言ってるサイトとかあるじゃないですか、はい、ああいうのを流すとどうもダメみたいですね、やっぱりね。うん、動画としてはどういうのがあるんですかね。やっぱり
まあ、あれじゃないですかね、ちびっこ向けですか、うん、ちびっこ向けのあとは料理動画とか、うん、そういう優しいやつですか、そうですね、そいで僕が入っているあの、ウームの、はい、やつっていうウームのやつっていうのは、はい、普通ほら、YouTube だと8000円以上たまんないとお金くれないじゃないですか、はい、ところがウームのところは5000円でくれるんですよ。あ、なんか会費はいくらでしたっけ。いや、手数料あのもらいますよね、あのコマーシャルの、はい、あれから 15% 言われます。5000円、この 15% 引いて5000円になってたら払われる、そういうことです、はい、でこの間初めて5000円超えて、まあ6000円くらいだったんですけど、うん、あの払い込みがありました。縦に長いですよね。まだ女村です。ユーロンのエアチャンネルさんが、はい、こんにちは、雨ですか。あ、こんにちは。そうですね、あのちょっと天気は良くないですね。雨が降ったり止んだりが繰り返されてて、で少し先の方に青空が見えてきたので、どうかなっていう感じですね。今は元部あたりを目指しています。ユロンのヘアさん、ありがとうございます。そのやつさんですね。おっちゃんさんという方からもコメント来てますね。あ、ありがとうございます、おっちゃんさん。水族館行きたいな、ドライブ水族館までよろしくですと。あ、わかりました。あの水族館までこのドライブライブはする予定です。で、到着しましたら、カムキン TV の方で、なんていうんですかね、この美ら海水族館のあたりは配信ということになります。ユロンの部屋チャンネルさんが、豊橋は曇りで暖かい日になってますね。うん、豊橋今気温どれぐらいですかね。ちなみに今車の中は30度です。今気温は30度でございます。お店なのかな。ビーフって書いてあるからお店なんでしょうね。ああ、ステーキハウス。ビーフ&ビアーって書いてある。ああ、ボルドーなんかアメリカ向けって感じ、ね、でしたね今ね。だってあのほらあのなんだっ け県民賞でさ、はい、やってるじゃないですか番組 で、はい、で沖縄の人は寝る前にあの最後の締めにステーキ食うってやってましたよ。のみのっていうことですね、うん、いるでしょうけど、ええ、そこまで多いような気はしないんですけど、私は飲みの締めでステーキ食べたこと実はないです、ね、あ私は沖縄そばを食べてます。あ、なんか飲み屋の界隈で夜中まで空いてるそば屋さんとかあるんですけど、ええ、そこで食べたことはあるんですが、ステーキはさすがにないですね。っていうのも意外とステーキって言っても安いって言ってもやっぱり2000円近いんで、まあその場合はしますよね。飲みに行ってその帰りの2次会とか3次会の後にそれを、うん、なんていうのかな、食べるぐらいの多分財力がないんですよね、うん、沖縄そばとかだったら500円ぐらいで食べられたりするんで、それで食べることはあるんですが、だから締めのステーキの人結構お金持ちだと思います。ムジナモさんが、はい、カブキンさんチャンネル登録をさせていただきました。ありがとうございます。 ありがとうございます。ユロンの部屋チャンネルさんが年に23度以上になっております。お、
23度沖縄夜どれぐらいかな、たぶん23度まで下がってないですよね、銀さんね。下がってないですよ。ですよね、暑いですからね。下がって27度くらい、ね、それぐらいですよね、おそらく。おっちゃんさんが、水族館の中もライブやってほしいですと言ってますね。カブキン TV さんのチャンネルで配信予定なんですけど、ただ回線がどんな感じになるのかはね、ちょっと保証ができないんですが、一応やる予定ではありますということですよね。はい、はい、カブキン TV さんがやる予定です。だから水族館の中がどんな感じで電波がね拾えるか、そうですね、それによって違うと思います。一応建物の中なのでちょっと不安ではありますね。そうですね、まあ、いくらドコモとはいえ、うん、水族館自体には Wi-Fi ってないんですかね。あ、多分あるはずです。フリー Wi-Fi があるはずなんです。ですよね、はい、ラベンダーマンジューさんは水族館のチケットがまだコンビニやビッチの売り切れが出そうですよ。 ありがとうございます、はい、実はですね、この搭乗者がですね、なんていうんですかね、特別な資格で安く入ることができるので、まあ、そこは大丈夫です。大丈夫です、はいはい。だから電波次第ですね。そこですね。多分到着が2時ぐらいなんで、配信してるのが多分2時半ぐらいかな、うん、という感じになると思いますので。そうですね、まあ僕 のチャンネルリスナーはみんなアーカイブで見ると思いますから。ライブができればいいんですけど、多分それは多分できるほどの強さは多分ないと思うんですよね。フリー Wi-Fi なんで。こういう感じで何ていうか、はい、沖縄の西側をずっとヘリをずっと走ってる感じです。あ、30分制限があるみたいです。ああ、そっか。30分制限があるんだ。それじゃダメだ。難しいですね。さんが県民賞は大げさでしょう。うちの近くの国府津の風習を県単位でしてるような表現をお腹に見せます。まあ要するに言えばテレビだから面白く見せたいためにちょっと大げさに、まあ演出、よく言えば演出ですよね。してるんでしょ、多分。なるほ
おそらくあの県民賞見てる方も地元のことをね、やった時にあなんか大げさにしてるなっていうのを多分感じると思うんで、それがまあ全国的に同じような感じなんで、ということでね。だってあの妹の娘がね、はい、フィンランドに埋めてるんですよ。あ、はい、で聞かれるのが、うん、本当フィンランド人ってあの何出た、うん、氷の冷たいゴロゴロ裸でやるのかってみんなに聞かれるんですから、うん、やってた、いや、やってましたね、やってましたね、それでみんな聞かれるって言ってましたよ、ね、やる人もいるんですよね、テッタンさんがどうもです、こんにちはって来てます、あ、テッツさんありがとうございます、夜のヒラチャンネルさん、それではそろそろ失礼します、あ、配信頑張ってください、あ、ありがとうございます、ね、ユロンさん、そのやすさんも頑張ってくださいね、ありがとうございます、負けないように、また空が黒くなってきましたここから名護に入ります、はい、名護市です、左は顆粒子ビーチです、本当ですかね、ケンタッキーフライドチキンのおかず、あ、でもあのケンタッキーの食べる率はやっぱ高いです、ね、高いんですか、はい、高いです、うちも月1食べます、はい、もしかしたら2週間に1回ぐらい食べてるんです、あ、毎月なんか鶏の日っていうのがあるんですよ、あ、28日、あ、なんかちょっと安くなるんでその時買ったりとかしてます、チキン率は高いですね、まあ、犬のモコちゃんもこのケンタッキー好きなんですよ、でよくあげてるんで、それで買ってきたりします、ここホテルみたいな時間ですね、これあのブセナですね、あのバンコク診療館とかがあるサミットがあったところですか、キャットマンキャットマンさんも、ブセナ海中公園行きたかったですよ、ああ、ブセナ海中公園行きたかったですけど、ちょっとね、あそこ高いですよねブセナ海中公園もいいですよね、できたら晴れた日がいいですよね、あそこね、なんか展望みたいなのがあったり海が見えたりするんですよ、海中が、33名見てますね、あ、本当ですか、ありがとうございます、すごいね、33名ですね、平日のこの時間は、ね、お昼過ぎると比較的少ないんですが、ありがとうございます、ね、今日は歌舞伎さんも銀さんもいるからでしょうね、はい、ケンタッキー食べ放題沖縄でやってますか、あ、やってるのかな、聞いたことない、聞いたことあります、 B さんなんか沖縄なさそうじゃないですか、聞いたことないな、東京でもケンタッキーの食い放題は聞いたことないな、あのシェイキューズはなんか ピザって食べ放題とか、あ、なんかありますよね、ケンタッキーケンタッキーもなんか あったと思いますけど、前ですけど、期間限定みたいな感じでってことですかね、それとも店舗限定、分かんないですね、ちょっとあの情報が分かんないですね、よくもしかしたらあるかもしれないんですけど、ただそれに参加したことはないですね、で、私がよく行くケンタッキーではそういうイベントっぽいのは見たことはないですね、で最近なんかケンタッキーの味が変わったっていう結構ね、周りで聞くと、はい、チキンが変わったんじゃないですかね、チキンが変わったんですかね、国内産でしたっけ、それ
それが多分場所が変わったのか何かで、ね、であの僕はあのほらフィリピンに行った時に、はい、あのケンタッキー実際に食べに行ったんですよ、はい、でほら日本だと、何ピースくださいって言うと胸肉手羽先もも、うん、でワンセットで来るじゃないですか、はい、ところがあのフィリピンは場所を選べるんですよ。例えば、ももだけ一番おいしいももだけ5個っていうと5個くれるんです。日本はね選べないですよね、大体頼むと全体的に入ってきますからね、多分ケンタッキーになったかは脂っこいような気がしちゃうんですけど、うん、鳥が変わったのかもしれないですね。ちょっと健康志向みたいな感じで油少なめになってるかもしれないです。あと小ぶりに、ちょっとね、ちょっとちっちゃくなりましたね。ラベンダーマンジュさん、埼玉はケンタッキー食べ放題やってましたよ、曜日限定でしたと。あ、やっぱりじゃあ曜日限定とかがあるってことですね、うん、あ、俺もなんかねケンタッキーの食べ放題とか聞いたことあるなと、ね、どっかでやってたんで、なんか YouTube のなんか動画でそういうのあったような気が、ちゃんと見てないのではっきり言えないんですけど、原田健志郎さんが大阪は何軒かでやってますよ。沖縄はケンタッキーのチキンを食べる率が結構高いので、食べ放題にしたらもしかしたら商売的に成り立たない可能性はあるかもしれないですね。沖縄自動車道の北、一番北の巨大インターチェンジがこれ上なんですけど、ここと今から合流するんで、普段はっていうと、このなんかいろんなシーズンごとにはここすごい渋滞するんですよ、今日は平日なので多分大丈夫だと思うんですが、ここから先はこの高速とつながる、ここが終点なんで混みやすいですね。でも今日は大丈夫そうな感じですね。こっちからし渋谷地までみんなスピードを飛ばすんですよね、高速から降りてきてるばかりだから、みんな高速感覚でビュンビュン行ったりしてちょっと怖いです。ラベンダーマンジューさんが、やっぱり沖縄に行ったら金タコのチキンバラバラですね。あ、金タコのチキンですね。実はまだ食べたことない。銀さん食べたことあります？自分もないです。ないですか。金タコ、オムライスだ、オムライスじゃないや。タコライスは食べたことあるんですけど、そのチキン食べたことないんですよね。みんなにおすすめと言われるんですが、まだ食べたことはないです。てかまあ金タコのタコライス自体でもうすごい量なので、その他のメニューを頼むなんかね余裕がないというかね、食べきれないので。巨大ですね。もとも半島なんか曇ってますね。結構曇ってるか、あの辺です。今から行くのはあの辺です。
ングラーさんたくさんなんか急にびっくりするぐらい食べてる感じのね、あの動画とかでもそうなんですけど、急にたくさん食べてます。大丈夫そうです。なんか海が見えにくいとかそういうのはアングル的に問題なさそう。もっと上向けた方がいいとか下向けた方がいいとか大丈夫そう。海はあんまり見えないです。切ってあるんですか。うん、左半分。半分ぐらいが映ってる。あと道と空のバランスとか大丈夫そうですか。大丈夫そうです。じゃあそのままにしとこうかね。まあ今のところはこんな感じですか。あ、大丈夫そうだね、うん、ありがとうございました。鉄四七さんが元分ライブカメラではさっきより曇っていますが、あ、雨降ってきた。青空が見えてますね。いや、結構降ってきた、ね、ここは降ってきましたね、ちょっと降ってきましたね、降ってきましたね。ケンシロウくんって言うんです、それで原田ケンシロウ。鉄四男さんが雨雲が迫ってますね。あー、そっか。
ラベンダーまんじゅうさんがレーダー見るとこれからもっと降りそうですよ。いや降る前にさっと行ってから戻れるぐらいで、うん、どうにか、あとは傘で、うん、これはアメリカの方ですかね。ジョーズに見るとジョニアさんという方がヘローって来ますね。おヘローっていうことで、私これ初めてかもしれないです。ああ、カブラギさん、英語話せますか、ね、いや、無理です。ヘロー金さん話せますか。いや、ジョーズはあんまり喋れない。意外と高速で来てもこの巨大で結局降りるんで、そっから美ら海までが30分以上かかるんで、結構やっぱ遠いんですよね。あと30分ぐらいかかるんで、もし眠かったら寝てても大丈夫ですから、はい、ライブで張り切ってライブしていただければ助かるでしょう。シンさんも休憩取りましょうと来たんですよ。あ、そうですね。まあ1時間ぐらいやったら休憩取ろうかなと思ったんですけど、うん、まあ、1時間で着く距離なので、まあまあ大丈夫かなっていう感じです。危なかったら取ります。大丈夫ですね。ありがとうございます。この辺を21世紀の森公園って言うんですけど、ここであの日本ハムがプロ野球のキャンプをしたりとかする場所です。だから2月のキャンプシーズンだったらすごいこの辺混みます。大谷翔平がよくこの辺でね、自主トレとかしてますよ。大谷がいるからね。でももう今年アメリカ行くはずなんで、それで去年は多かったですね。最後の大谷みたいな。大谷がアメリカ行ってどこまで通用するか。そうですね、頑張ってほしいんですけどね。どっちか一本に絞らないと無理でしょ。そうですね、バッティングかピッチングかどっちをにするんだか知らないけど、まあ、ピッチングだろうね。だってあのぐらいの打つパワーのあるバッターだったらゴロゴロいるでしょ、大リーガー。で、あのスピードだけでいったら、あのスピードのピッチャーもたくさんいるんですよ。だから中途半端にならないかっていう不安はありますよね。だから二刀流にするにしても、なんていうんですかね、一気に2つやるんじゃなくて、最初の何年は、例えばピッチャーやって、次はバッターやるみたいな、そういう感じにすれば息の長い選手になったりするのかなとは思うんですけど、見てる方としては両方やってほしいんでしょうね、おそらく。なんか漫画みたいな世界なんで。そうですね。それこそピッチャーが4番入る、
ね、そういうのを見たいんだと思うんですけどね。まあ、どこが取るかですよね、大リーグは。金のあるところって言ったらどこだろう。ニューヨークヤンキース？でもヤンキース取らなさそうですけどね。ニューヨークヤンキースには誰がいるんでしたっけ？マー君でしたっけ？まあそうです、マー君がいます。マー君ですよね。マー君今年何勝したんでしたっけ？あ、分かんないです。ちゃんと見てないです。確か結構したんだよ。10勝はしてるはずだよね。確か10勝12ぐらいしてるのかな。で、あの俺びっくりしたのは、あの楽天のほらなんとか勇気、楽天のほら抑えで頑張ってはい、やつがすごい成長したじゃないですか。はい、ね、であとあの西武ライオンズのなんて言ったっけ、あの男の子ピッチャーで全然ダメで、去年までは全然ダメで、今回13勝か14勝ぐらいしたのかな。あ、違う、自分の背番号と一緒なしたから16勝だ。16勝、うん、確か16勝したんですよ。初めてじゃないですか、多分。今まではね、デレア打たれる、デレア打たれる、去年まではね、うん、なんとか流星ですよ、なんとか流星。あ、菊池流星の。そうそうそうです、そうです。去年までは全然ダメだったんですけどね。やっぱり人間って変わるんだね。ヤクルトはボロボロだしね。そうですね。なんであんなボロボロなんだろうか。小川さんがまたなるんですよね、監督。それがどうなるかですね。ラベンダーさん、はい、新さんは弓道に行くんですね。ああ、そうですね、弓道から来ました。はい、なんとなくこの道がいいかなと。球場には見に行ったりしますか？いや、ほら、引っ越しちゃったじゃない。はい。だから、神宮球場遠くなっちゃったから、遠くなっちゃった、うん、だから行かないですね。前はほら、神宮球場歩いて5分ぐらいのところだったから、うん、結構行ってたんですよ。うん、あの僕の友達で巨人ファンがいて、はい、で、僕がほら、チケット買いに行けるじゃないですか、すぐ近くに。はい、で、あの僕が行くことって、あのチケットをあのスタートした時に帰りに行けるから、いい席入るんですよ。あ、じゃあ巨人ヤクルト戦を買ってるってことですね。ところがもう僕が引っ越しちゃったもんだから。なるほど。今そういう近くに球場とかあったりするんですか？ないですね。あそこはないですね。高田の馬場はないんですよ。高田の馬場ほら学生街じゃないですか。そうですね。でも僕 の住んでる棟の前に中学校があって、はい、中学校の奥にあのサッカーグランド兼野球のグランド兼があって、照明もちゃんとあって、あのリトルリーグだから何だか知らないけど野球やってますよ、たまにナイターで。リトルリーグってことは中学生とか？中学生ぐらいの、ね、あとサッカーもあのないあれがついてるから。あの辺の学校は何なんですか、中学？ですね、駒場なんとかとか、新宿、なんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった。百人町じゃなくて、
焦った。そこはなんか名門校か何かですか？いや違います、普通の公立の学校なんで、うん、でもう中学校で隣が小学校なんです、うん、それで面白くて、その中学校の屋上にプールがあるんです。ほうほうほう。屋上にプールがあるってなかなかないからね。トラックの水しぶきがすごいことに。綺麗なんですけど、糖尿アンドラさんが、はい、あれ、神宮球場の近くだったんですね、うん、私は勤め先が歩いて5分くらいのところでした。おー、神宮球場の勤め先がもしかしたら合ってたかもしれないです ね、 そうね。あの神宮球場っていうのは住所でいうと新宿区霞ヶ丘町っていうところなんですよ。あ、そうなんですね、で国立競技場もそうなんですね。新宿区霞ヶ丘町なんですよ。私はね、あのなんか お殿様 の、 その目かけだか何だか知らないけど、その女の人が要するにちょっと丘になってて、はい、でそこになんかこうお城みたいなのが建ってたんじゃないですか、お城だから。でそこに要するに、霞がかかるらしいですね。で霞が丘っていう名前で。で戦後は戦争中は、そこがですね、あの馬車、牛車、はい、あの要するに馬をこう飼うところになってたみたいですよ、はい、だから僕の小さい頃は例えば洗濯物を干す時に、はい、あの木の棒がボンボンとあって、はい、そこのところに蹄鉄がこうなってるじゃないですか、はい、だからそれをペタッとこう入れ打ってそこにあの竿を引いてそれで洗濯物を乾かしてましたよ、僕の子供の頃はね。うまく蹄鉄はあの再利用してたんで、
うわ、すごい雨だ。すごいだね。すごい雨だ。いや、前が見えん。うわ、すげえ。そうです、はい、私は、東京都新宿区霞ヶ丘町というところで生まれて、そこまで、4年前まで、そこに住んでまして、生まれたのがそこで、で、小学校中学校もずっとそこで、ついあのさあの4年前に国立競技場が、改築されるということで、立ち退き命令が出まして、で立ち退いて今高田馬場に住んでます。もう無理やりですからね、もう嫌も嫌もないんです。いろいろ話し合ったんですけど、結局平行線で結局出ざるを得ない、まあ要するに国の都合ですよね。あの、分かってるでしょ、オリンピックのせいにしてるけど、みんな本当違うんですよ。あの、その前のオリンピックの前の2019年にあのラグビーのワールドカップがあるんですね。はい、ありますね。でその規模をやってるのがあの森元首相、はい、あの人が動いてて、はい、無理やり国立競技場を大きくしたのはあの人なんですよ。オリンピックのせいだって言ってるけど嘘なんです、それは。オリンピックが来ようが来まいが、あの、あそこを大きくするっていうのは前もって決まってたんですね。ああ、そうなんですね。うん、で実際にあの人の会話の手記を見たんですけど、はい、東京都が絡むじゃないですか、まず都市として、はい、で新宿区が絡むかな。で森さんは東京都と新宿区にはご理解できていただけるんじゃないかっていうふうな発言もしてました。ああ、まあでもね、結局元総理大臣ですから、やっぱりね、力持ってるし、嫌だっていう人は誰もいないですよね。はじゅうさんが豪雨じゃできそうですよ。そうなん、豪雨ですよ、これ降りれないんじゃない、これ。どうしよう。笠原。あたおさん。あたおさん、はい。こんにちは。どこって来てます？あ、ですね、今、本部あたり走ってて、美ら海に行こうと思ってるんですが、大雨ですね。豪雨ですね。瀬底島近くでもあります。雨の中、景色って見れてるんですか、銀さん。こんなですよ、見れてます、景色。雨だけですか。雨、ね、あんまり景色が見えないです。すごいね、まだ降ってきた。奥に行くとなんか青空が見えるんですよね。ね、見えるんで多分どんなかなみたいな感じなんですよね。ここだけだと信じてるんですけど。ラベンダーマンジュさん、新宿は
日本みたいなもんですよ。基本は明治神宮好きですよ。あの明治神宮もあの近かったです。歩いて10分ぐらいで行けましたから、うん、原宿駅まで歩いてやっぱり10分ぐらい、うん、まあでもね、今引っ越してよかったなと思ってますけどね、うん、逆にっていうのは、あのあそこら辺はその霞ヶ丘っていうのは、はい、要するにスポーツのメッカで、はい、神宮球場、国立競技場、ラグビー場が あるんですけど、お店が少ないんですよね、その代わりね。例えばコンビニだってなかったんですから、つい最近までは。で、あのミニストップ1軒しかなかった、うん、あの僕の家の近くはね。で、ようやくその後にちょっとしてからローソンができて、で、その後にちょっと商店街の多く入ったところにあのセブンイレブンができて、うん、それで駅までは結構遠いし、あの歩くと10分ぐらいかかるしね。ちゃんとね、東京都ってのはうまいんですよ。あのちゃんと甘い汁をね、甘い飴をね、用意してあるんです。引っ越すのにみんな揉めるだろうって言うんで、で用意した飴玉がね、はい、まず、家賃は上げない、上げない、それから2つ目、自由なところを選べる。あ、4つぐらい候補があって、ね、あ、候補があって、ね、で、3つ目、一人世帯なのに、一人世帯の場合は部屋1つしかもらえないんですけど、はい、1人世帯の人は部屋2つ、うん、で、2人世帯の方は部屋3つ、うん、で、それ以上はその数によってどんどん増えていくっていうようなことだから、1部屋しかもらえないはずなんですけど、2部屋のところをもらえるよというのが3つ目の飴玉で、だから家賃が上がらないっていうのはもうせめてものですよね、それでその時に、余りますよね。だって17万も引っ越しでかかんない、うん、せいぜいかかって10万ぐらいでしょ、うん、せざるを得ない感じですよね、うん、でもあの建物自体も取り壊したんですよ、ね、もうないです。もう更地になっちゃってます、ね、本当にね、もうじゃあ出るしかないからしょうがないです、うん、でもあの選択肢は早く出るか遅く出るかなんですよ、うん、要するにあの国立競技場の工事が始まって、ギリギリまでそこに住みたいで、うん、近くに歩いて5分ぐらいのところに、住宅建てるからそこに住むっていう選択肢もあったんですよ、うん、僕。でもそれだと一人は一部屋しかもらえないですよということですね。だから僕早く出ちゃったんですよ、その前に。だから僕の友達ん家遊びに行ったら、あの 1K ですね、 1DK じゃなくて 1K なんですよ、うん、狭かったですもん。部屋一つ多いだけでだいぶ違いますからね、うん、全然違いますから。で僕はほら、難病じゃないですか、はい、で難病だと、家賃がですね、はい、半分になるんですね、はい、免除されるんですよ、はい、でなおかつ僕働いてないから、うん、税金を納めてない、はい、無課税の証明書を持っていくと、はい、さらに半分になって、はい、結局は家賃が4分の1で今払ってます。
からどうなるか景色見えてますよ。これほどの雨雲ではないんですけどね。あー、じゃあなんとかね、行けるかな。でもこっちは濡れてないですよね。うん、まだこ今から降るのか濡れてないのかで、ここはまだ大丈夫そうな気はするんですけどね。海洋博公園、チェラビ水族館、うん、本当にもうすぐです、ね、もうすぐですね。サイルさんがシェンさん、カブケンさん、ケンさん、すいません、先に失礼します。あ、いえいえ、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。アタオさんがちょっと見に行くのかな。雨でも楽しめる場合、大きな気分。雨でも行きます。ええ。キャットマン、キャットマンさんが、レストラン、ハワイ、セトコ島。あ、ありましたよね、ハワイね。まだ私2回ぐらいしか行ったことないんですが。だからレストランですか。レストラン、まさきトンタルさん、原宿といえば宮廷ホームですよね。宮廷ホーム、はい、そうです。要するにお飯列車が出ると思うんです、原宿って。あ、宮廷、あ、宮廷ホーム、なるほど。あの天皇陛下がそこから乗ってって、うん、今はそんなことないですけど、まだ残ってますよ、うん、残ってますけど全然使われてない。でも僕の小さい頃は使われてました。なんで原宿なのか、あの理由は分かんないんですけどね。まあ何もなかったからじゃないですかね、あそこら辺。あの竹下通りもなかったし。開園前駅のそばに火災から40分かけて通勤してました。おー、外苑前も近かったですよ、僕の家は。歩いて 7、8 分ぐらい、外苑前。あそこら辺はですね、すごい広げてて、はい、スーパーの石井なんとかとか、はい、そういうのがいっぱいできてるんですよ、あそこら辺。だからあそこら辺の地価は上がってるから、マンション高いんじゃないかな、あそこら辺で買ったらきっと。ラベンダーマットさんが湘南新宿ロッドラインから宮廷ホームが見えますと。あ、松本ヘデカさんがこんにちはって来てます、ね、ありがとうございます。松本さん、ありがとうございます。何せあの昔の僕の小さい頃の原宿っていうのは、うん、あのお店が全然なくて民家ばっかりだったんですよね。だから便利だ、あの便利っていうか、あの置いときやすかったんですか、きっと。だから今でも原宿の竹下通りのちょっと裏入ると住宅いっぱいあるんですよ、うん、で安いんですよ、結構思ったより、うん、その高いと思うじゃないですか、うん、あの原宿の駅のあれが、はい、安いから外人がみんな住んでる、うん、要するにシェアハウスして、うん、だって外苑前で、ああ違う、原宿で俺見たので 1K ぐらいで確か6万ぐらいだったかな。あ、それ見れたらいいですね、3時から絵付けがあるそうです。あ、見たいな、絵付け。見たことあります？いや、ないですね。多分あの黒潮のところでですよね、あの大きく見える、あのジンベエザメに餌を多分あげたらバックされる。じゃあそれを目標にいきましょう、6とか7でしたっけ、銀さん。ずっと奥だよね、チュラ海は。ですね。そうですね。
洋博公園の中なんですけど、この辺止めると全然あるので、美ら海側の方に止めるんですが、なんか長くなってます。何ここ？長長園です。長長園リュウグウジョウレストランとかが お土産品を買ったりとか。松本さんが誰と、コラボやった助手席にはキッチン TV さんがいて、まあ、あの銀さんですね、ご存知の銀さんです。今から海洋博、海洋博じゃないよ、美ら海水族館を目指しているという感じでございます。あー、よかった、晴れてる。ちょっと一時はどうなるかと思ったんですが、晴れてる、よかった。出ますね。あたおさんが行ったら必ずジンベエザメの餌付け2程度。ここからなら余裕で間に合う。まだ2時ですから、うん、3時からだったら十分間に合いますね。はい、間に合います。よっぽどのハプニングがない限り間に合うはずです、もうちょっと奥でいいのかな、これ。P3P4 止めるんだったらこの辺りですね。 P5、6 この辺止めますが、美ら海がここ書いてあるからここがいいかな。じゃあ、雨やんだね。よかった、本当によかった。あとは、あ、ここで止めますかね。出るんであれば出るのかな、それともバックで入れるとかないですよね。はあ、よかった、探さなくて。佐藤 KTV さんがラグビー場や母校大学の試合を見に行くときは文化開園前の駅から行きますね。うん、父の部屋、父の部屋ラグビー場は外苑前から歩いてすぐですからね。うん、あ、そうだ、俺、あれを用意しよう。ちょっと、入り口入ってからにしますか。あ、そうか、あの、そうですね、チケットの関係とかもあるんで。あ、そうか。ということで、のエンディングをかけ忘れてしまったんですが、急ではありますが、ここで終わって、入り口まで行ったら、カブキン TV さんのですね、ライブの方で立ち上げ直します。で、私のライブはここでちょっと終了という感じになります。ちょっと私もコメントを 見ますね。お待ちください。よっと、充電できてなかったと。あ、すごい、30名の方見てたんですね。すいません、ありがとうございます。晴れてたらおきちゃん劇場もどうでしょう。まだ先で立中がいいですよ、ラベンダーマンジュ。あ、あっちの方がいいですかね。あ、じゃあ移動します。6か7ってことですよね、ラベンダーマンジュさん。じゃあちょっと移動します。はい、わかりました。もうちょっと先に行きます。あ、6か7がいいってんだ。はい、 ありがとうございます。すごいね、そういうのですぐ分かっちゃうって、ね、助かります。私一人ではもう絶対できないですから、みんなに助けてもらいながら、ね、銀さんもね、ライブしてるときね、はい、みんなに助けてもらいながらやってるよね。あそこ行こうぜみたいな。てか、とりあえずこの辺りまで回線が生きてるっていうのがちょっと助かりました。やっぱり海洋博とかは回線はちゃんと頑張ってやってはいるんでしょうね。うん、そうでしょうね。それはちょっと助かります。うん、あとはその、うん、美ら海側の駐車場が空いてるかどうかなんだよね。急に動きましたが、ちょっと東洋アンクロさんが30数年前で青山の駐車場が月7万でした。うん、テントを買って住めるわと思って
たのを覚えてます、ね、うん、そのぐらいしますね。駐車場が月7万うん、月7万ぐらいします、ね、格差ですね。外苑前は高いから経済格差がひどすぎるな、うん、だ7万円で敷金とか礼金とかあるんですよ、駐車場でも。駐車場でもあの頃はすごい。今はあるかどうか知らないけど、松本さんが銀さんと素敵なおじさんを映してます。すごい褒めていただいてありがたいですね。松本さんが美ら海は入り子が竜宮町長園どれかな。ね、あそこ謎ですよね。実際行ったことあります、あの竜宮園？あ、ないです。自分は東京アングラさんが会場の窓からラグビー場が丸見えだったので上から眺めてました。そういうなんか見えるのいいですね。あの外苑前はね、結構高いビル建ってるんですよ。で、一番大きいのは伊藤忠のビルがでっかいのが建ってるんですよ。開いてますかね、大丈夫かな。あ、開いてますね。開いてる開いてる。美ら海のチケットはローソン道の駅で買った方がお得。あ、大丈夫ですよ、持ってますよ、ありがとうございます。ラベンダーさんのこと番号は分かりませんが、ここだと中央入り口が遠いので立中のここが近くですよ。ありがとうございます。その立中に来させていただきました。めっちゃ誘導されてるけど、どこかな。あっちの方にって言われましたが、あ、でもこの辺はあのあれですね、専用の、うん、これいいのかな。こっち開いてますよね、ええ、ここに行きます。やっぱり和ナンバーが多いね。そうですね、和とレですね。レって何？レンタカー同じです。あ、一緒和のナンバーがもう足りなくなったんで、あ、レになっちゃってんだ。はい、あとはこの状態で止めれば、結局エンディング曲流れましたね、ええ。まあ、これ、あれだわ、ここ電波悪いやっぱし。悪いですか。3G しか入ってない。ああ、大丈夫ですかね。あ、でもここはあの駐車場なんで、あのなんていうのかな、中入れば水族館側行ったらもしかしたら大丈夫かもしれません、うん、ということで、あの私のこのライブはね、ここで一旦終了させていただきまして、こっから先は歌舞伎 TV さんの、チャンネルということになります。千秋さん、新さん運転お疲れ様でした、ありがとう。ラベンダーマンジ1階で近いところでラッキー。そうなんですよね、1階に止められるっていうの、しかもね、新商社用のすぐ隣のスペースということでだいぶ近いんでラッキーです。ではここから先は、歌舞伎さんのチャンネルでよいしょお願いいたします。ということでコメントを残して、で、あの準備して向かいたいと思います。また次のライブでよろしくお願いします。それでは失礼します。はい、皆さんありがとうございます。あ、ちょっと待ってくださいね。おっちゃんさんが歌舞伎さんのチャンネル出てきません、探してもってことで、じゃあ、ちょっと待ってくださいね。スペルはこれなんですけども、歌舞伎 TV、 これで出てきませんかね。おそらくカタカナの歌舞伎でもしかしたら出ないかもしれない。いや、カタカナは出ません。あ、出ませんか。はい、じゃあこのなんていうのか、アルファベットで歌舞伎 TV、 これでやると出ると思います。おっちゃんさん、すいません、あのね、ちゃんと移動できるかな、大丈夫かな。この歌舞伎の私が今入力した
アルファベットのカブキン TV ですね。こちらであれば多分大丈夫だと思います。はい、ということで、じゃあのね、そろそろ移動してこの3時のなんだっけね、ガバーっと餌をね、あのがうまく取れるようにということで行ってきたいと思います。はい、皆さんありがとうございます。ではここで私のライブの方で、ね、一旦終了ということになります。ありがとうございます。